ひゃー！電気室の中を隅々まで調べ、かつ、メインの中も隅々まで調べるぐらいの時間はありました。はいはいはい。で、なかったと。はい。はいはい。危ねえ！やった！隅々まで見てるぞ！おい！はい、来たー！はい、ナナコん、どうする今回は。はい。はいはいはい、はい、ラスク、ラスクさせません、いつかそんなひどいこれだったの。ラスクさせません、させませんよ、させませんよ。今3人おると思って安心していこうと思ってたでしょ、うん、思った。オラフ君なら待ってくれるなって。待ってくれるね。全然待つ姿勢がない。パスコを開くことすらもできない。いや、ちょっと次待ちますね。次待った、はい、次よろしく。次多分オラフ君はタスク妨害だろうな。いやいやいや、クルー今後はもう所定ボタンを押す前のオラフ君が所定時にだい。かわいそうや。あと、よし。いや、相方奈々子さんだったら何やってもいいんでね、基本的には。マジでこれでかいよ。デイの電池で捕まっちゃった自分が。見つかる前に。ナイス。よしよし。あら、慎太郎くん。見えないな。慎太郎くんは初手金庫で見たな。ごめんなさい。アドミン情報あって、エレキ4って誰ですか？メイヤ、ピカクロス、高田、ゲンの4人だと思う。ああ、そうなんだ。かばってます。キッチンと武器庫についてた気するんですけど、2人ぐらい。キッチンが7個だと思います。はい、ピコハタサコです。キッチン、多分7個さんアーカイブに登場して、で、そうだよね、その後、シャワー、うん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 、で、多分ケンシと一緒に扉開けた。うん、ケンシは女性の方行ったんじゃない？女性行った。はい、多分ね。で、俺はその後エレクトリカルに降りて、メイヤさんと、すれ違ってるんだ。すれ違った。あ、う、あ、ん。で、そこでキッチン。あ、じゃあ、エンジン1誰ですか？エンジン1出てきて。ミーティング2誰ですか？僕と。ミーティングトータスしか見てないです。じゃあ、僕とトータスさん。はい。じゃあ、エンジンかな、したい。一応、エンジン。じゃあ、プテさんじゃない？いや、そんなことはない。まあ、エンジン。そうか。僕結構オラフ君も怪しいと思ってます。数合ってますよね。1、2、3、4、8、2。オラフ君も怪しいんだ。オラフさんがアドミン情報出してて殺してる可能性あります。停電前にコミュニケーションのところで慎太郎さんとオラフ君を見てるんですよ、僕。あれ、いました。で、僕停電直しに行って展望デッキで、その時にオラフ君は隣に行って、で、オラフ君の方が先に武器庫の方に抜けて、コックピットのアドミン情報を出してる。ごめんなさい、僕、慎太郎さん見てない。Okay、ああ、見たんだね。僕は一応ね、武器庫でオラフ君を見た後に、一直線で、ボタンまで行っていて、少なくともその一直線で行くルートで死体はなかったの。だから、死んでるとしたら、配線のとことか、うん、とかは見てないから、あるかもしれないです。オラフ君が仮にインポスターでアドミン情報を出してるのであれば、多分エンジンじゃなくて貨物とかに出すと思う。でも、そしたら、いや、でも、それはちょっともう破綻しちゃうんじゃない？慎太郎見られてるから。いや、でもね、素直に出すかなとは思う。メリットがないぞ、ほぼ。僕、ナナコさんの態度もめちゃくちゃ気になるけどな。おい、もうアドミンとか見んじゃねえよー。疑われてから見て、アドミンは。頼むから。疑われてから見てください。そうでしょう。ねえ、良い子の皆さん。ダメですよ、そんなことしたら。本当に悪い。
悪よ。疑われたらしょうがない。それはね、勝つために見る必要がある。奇跡起きてるよ。ほうほう。あらわ、どこ？え、なんかキッチンなんすけど弁当っぽい動きなかったでしたっけ？気のせいかな今。え、ごめん、どっちの色だった今？あ、紫です。トータスさんの際がキッチンにあって、エンジンとキッチンの色。え、今黄色だったよね。あ、黄色でした。僕レポートしたん。見て、僕は黄色に見えたけど、どうだった？紫か？まあいいや。まあでも、オラフ君が紫ってなったら紫。いや、黄色っぽい。なんか僕は黄色に見えたけど。黄色？あ、ごめん。じゃあ黄色です。ごめん。どこで誰の死体を見つけたの？キッチンでレポートです。キッチンでレポート。はい、これさ、ごめん。ミーティング誰いる今？メイヤ、ハタサコ、メイヤ、ナナコじゃない。ああ、はい。ちょっと待って、アドミン他覚えてないな。僕が見たときはメインとキッチンについてて、あとごめんなさい、さっきのターンなんですけど、慎太郎さんとオラフ君がコミュニケーションあたりにいたのちょっと一旦忘れてください。ん？間違いかもしれないです。はい、トータスさんと慎太郎さんがなんか近くにいたのは覚えられました。あ、いや、オラフ君は武器庫にいたから大丈夫だよ。その奈々子さん目線、はじめアドミンを見てて、はい、でその後オラフ君がやってきたかと思うんだけれど、はい、でその後、順で言うとコックピットに来た順が七個、オラフ、剣士の順だと思うんだよね。七個はエンジン側に抜けてったよな。俺とオラフ君が確実にアドビン見てた。でオラフ君が、あ、エンジン側抜けてった。そうそうそう。いや、そうね、エンジンがミーティングに向かってる。シンプルに。ごめんなさい。トータスさんも僕視認してて、かなり前なんだけど、エレキでメイヤトータスが、僕と3人一緒になったタイミングがあって。僕その後に、診察室見て、でゲンさんとすれ違ってるんですね。はい。だからゲンさんってどうでしたか？ちなみにその後私は即診察でバイタルを見て、はい、すでに2デッドついてました。で電気室の中を隅々まで調べ、かつ、メインの中も隅々まで調べるぐらいの時間はありました。はいはいはい。でなかったと。はいはいはい。電気室隅々まで調べて、そのタイミングで遠田さんの死体なかったですか、源さん？なかったです。ああ、俺遠田さんキルめちゃくちゃプデさんと思ってたんだけど、電気室隅々まで調べてないんだったら微妙やな。源さんとセキュリティとかキッチンの方で2キルとかの方が私は可能性高いと思ってます。議論の感じ。源7で。あぶねえ、やった隅々まで見てるぞ。おい、隅々まで見てないんだったら僕じゃないな。隅々まで見てないんだったら僕は無理だな。はい、ざまー。はい、ナイスボン。ナイス。早すぎだろ。いや、あのね、これ結構僕ゲンさん対立レベルかもしれない。僕バイタル見てるのね。その時死んでなかったの、はい、あ、その嘘つくんだ。あ、じゃあプテさんでいいです。いやいやいや、だから僕が離れて2キルって起きてない限り減産しかないんだよね。ごめん、バイタルにいたのはどのタイミング？停電中？停電前？停電前でしょ、前でしょ。停電前、全然前だと思う。で、オラフくんさ、はい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 、あそこの、あそこのメディカルの、メディカルじゃない、バイタルのところの位置って覚えてる？バイタル？バイタルに位置ついてた覚えてる。っていうのが、俺はね、バイタルについてなかったと思うんだけれど、でも両方とも見たって言ってんだよね、単純に。いや、てか、プテさんがバイタルの方に行くのは僕も見ているし、うん、そうなの。エレキの上のところに、トータスさんを置いて、僕はエレキを出てメイン、エンジン、宿舎、ミーティングって言ってるのね。
だから死んでる時点で、プテさんはめちゃくちゃ僕はトータスさんキルに関わる怪しい人間だと思ったんだけど、その後にゲンさんがエレキを隅々まで探して死体がなかったってなると、プテさん、トータスさんはどこで死んでるのかなっていうのは疑問が残る。ああなるほどね。あ、気づいてたか。いや、石器ついてなかったっすよ。石器絶対ついてないと思う。絶対ついてない。ついてたら意識するから。ついてたのは僕はキッチンとメインだったんで、僕はキッチンに行ってレポートしてるんで。私が調べ損なってる可能性はある。うん、一応自視点で、そう、ついてなかったから、そう、死んでなかったから、そのタイミングでこ2キルが、ダブキルが発生してない限りは、ゲンさん嘘ついてることになるわ。ね、ミーティング3でしょ、で、うん、武器、俺が見たため武器キッチン1で、多分武器についたのはオラフ君がキッチン向かう最中だからよくて、で、石はおそらくついたね。ついたら絶対覚えてるから、うん。で、あとはね、もう右側だと思う。どこかわかんない。怖え。なんか見間違えて本当は死んでたとかないよな。大丈夫だ。右とか、要はエンジンとか武器庫とか展望とか宿舎とかその辺ではない。てか、初手で関してもうプテさんしかなくない？オラフ君が違うってなると。この端だってオラフ君切る無理なんじゃないの？だって左側にかなりいたし、コックピットにいたし、停電もあったから。プテさんだと思ってます。どっち？え、僕のこの嘘がいらないです。あ、玄関の音すか？え？いや、僕は結構これで落ちてると思います。プテさんまで落ちてるから、必ず。え、俺、初手キルがもうプテさんしかないと思ったんだけど、私は見逃してる可能性も。よし。あ、これはできる。これは熱い熱い熱い。これは熱い。11秒ですよ。マジか。はい、はい、まあまあ僕までローラーでもいいです。ここはローラーでいいです、はい、はい、うん、プテさんまでは落とした方がいいとは思う、うん、え、七子さんだと思ってますけど、ね、僕なん初手初手キラで目屋さんが僕しかないって言ってるのはなんでなんですか？だってオラフクのアドベン情報でさ、エンジンで、まあ、でも待ってください。一応ナノコさんの弁当あると思いますね。キッチンだったんで、そう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 、エンジンで。ちょっと待って待って、オラフクだとしたらエンジンじゃ1ついてたんでしょ、はい、2になったタイミングはオラフク。いや、僕が見たのが最後だったんで。オラフク最後しか見てないですよ、はい、停電の時に停電のところまで来てて、そ, そ, その後上がってアドベン見てるんで最後しか見てないですよ、オラフク、うん、もうこのターンプテさん釣るって決めるんやったら、ちょっと待って、話したいんだけど、一応さっきのって僕ってロラ対象なのかなって思うんですよね。じゃあプテさんしての初手キル教えてほしい。初手キルは僕はオラフで7個も確認してるから、オラフ7個あとハササコさんもいたんですよねを確認して僕行っちゃってるから僕分からないのね。で、ハタサコさんって7個さんかなりあるっていう話でしょ。まあオラフ君より7個さんの方がある、うん、でオラフ君がさ、まあさすがにあのアドミン情報がまあまあ本当なんじゃないかなとは思うのね、うん、一応合ってるし。でエンジン1って言ってたけど、まあ僕はエンジンのあの例えば上の方とかを見てないから、まあ合ってるとしたら7個さんはあると思うのよ。違うから確実にそれを証明しなきゃいけないんだけど、畑迫が武器庫にいるって言ったよね。でそれはオラフ君も武器庫1は確認してるんだっけ？はい、まあルート的に無理だと思いますよ。武器庫ぐらいかなと思います。ごめん、一番最後の時点での慎太郎ちゃんのその死人情報でどこがあるんだっけ？単純にエンジン1ついててキッチン1ついてたっていうのでブントで飛べるっていうのは、じゃあその名屋さんから奈々子さんが大移動してるっていう情報出たじゃないですか。それだけ、うん、でもだから奈々子さんはね、奈々子さんは結構初手キル的にはその時間的にどうなんだろうっていうのはある。初手キルができなさそうな時間だ、うん、そう、できなさそうな時間帯ですよね。移動そうしてるけど、あのその移動に関して言うと、奈々子さんはあの初めセキュリティのところでカメラ見ようと思ったらカブリケーションサボタージュが鳴ってたから、じゃあオラフ君、でもエレキ行ったじゃん。それであのそっちの方の、まあ、バイタルで食い違ってたけど、アドミンの方にワンチャンであるからな。えこれまあまあしょうがない、僕は七子さんに一応入れましたけど、だからもう初手キルが、まあ、できんけど、俺待って、俺の対抗位置を探そう。初手キル洗った方がいいです。あい、いやダブキル狙えなかったか。早いな直すの。あの位置レポート光らんのか。いやエンジンです。あーそうエレキだったから、あー終わったわーと思ったけど、ね、そうケンさんがバイタル見てくれてもうこれ瞬時に見つかるらラッキーと思ってから、うん、タスク4個ぐらい終わった。レポート連打しながら5番にも一瞬ともそのなんだろう直線的になれば絶対光る位置までは行ったんですけど、
案外2回は見えててもリポート光らない事例はありますからね。うーん、やぶねー、助かりました。なんか遮蔽物があると光らなかったりしますから。かかってたのかな、死に方が悪かったか。あか、いえいえ、私チームのそれとアーカイブ今見直してます。シャワーのアーカイブ、シャワーのあの配線タスクのところも実は結構鬼門で、ああそうそう、あそこ光らないから、あそこ光らないですよね、うん、そういうのが多分エレキにもあるんじゃないかなって感じですよね、うん、なんかちょっと内側までちょっと壁に引っかかるというか、うん、どこで結構巻き込まれてるかもしれない、うん、おっ、おいた、これはキル取ってるっぽいな。あ、取ってる取ってる、メインで死んでる、あ、メインか、メインで死んでる、結構発見、頑張れ奈々子。これどうだろう、誰かボタン押しに来たらいい感じになるかも。うん、うん、もう一キル消そう。オラフ君がスタンバってるけど、オラフ君あるよな。オラフ君どこいます？あ、そこにいるのか。あ、でもこれ。いけ！これは切れますね、絶対に。あら？おぉ。あるぞ、これ。あらららら、あと1キル、あと1キル。わぁ。あぶね、ナイス。高田さんとオラフ君が死ぬか。あ、じゃあ。わぁ、これもう残すもなるや。俺、ツール盤面になるや。俺、今ミーティングにいるんよ。ボタン押そうと思って。宿舎前くらい行ってる？ミーティング。どういうルートで行きましょう？どういうルートでっつうと、メインから、あそこの、コミュニケーションサボタージュ直そうと思って左の方向かってる時に直ったから、はい、あ、じゃあいいやと思って、その後宿舎前ミーティングで、ミーティングのところでボタンを押す前に、右の数字のやつ直して、で、最後ボタンの前にいるっていう状況です。あざさこってどこでしたっけ？メインの一番右の部屋です。なるほどね。オラフ君も初手でエレクトリカルで見てて、右回りで多分移動していて、で、アーカイブリフトでの扉が開いててリフトが左側にあったんで多分移動してるかなって思ってます。オラフ君は、あ、多分、いや、リフトで死んでると思うな。シャワー、最後僕が見た時エンジンメインシャワーっていう風にあのあれがアドミンがついて、うん、でそのエンジンが宿舎前まで行ってるんで、うん、でエンジンが宿舎前まで行ってるのは多分ナナコさんでしょ。エンジンから宿舎の方行ってミーティングの方、ごめん、最後まで見てんの、皆さんは。いや、だから宿舎前まで行くところまで見てるよ。あ、じゃあ、だからそのエンジンの宿舎前のルートを通ってるのが奈々子さんで、うん、他についてるところは昇降機とメインとシャワー。昇降機とメインとシャワー。だから、畑迫くんがシャワーで、メインじゃない？死体がってことじゃない？で、宿舎前にオラフくんですよ、多分。これね、多分ね、右で2キロ起こしてるはずなんだよね、畑迫がね。俺多分ね、初手のところの段、初手の時点で多分畑迫が1キロを起こしてて、目屋さんにちゃんと俺説明しなきゃいけないんだけど、直したの、コミュニケーションサボタージュ直したの目屋さんでしょ？そう。そうでしょ？だからもう俺自身も目屋さんが確実に白だっていうのを置けるので、畑迫だっていうのをちゃんと話さなきゃいけないんだけど、あ、いいよ、じゃあ俺も畑迫にいるよ。目屋さんに話さなきゃいけないのは、今ね、俺、ミーティング登るときに見たんだけど、パタパタはね、右側にあるのよ。左側にある。ちょっと聞けよ、最後まで聞けよ、最後まで聞いてくれよ、時間がない、かけてるよ、ヌーガーつけてくれよ、最後左あるんだよ、ヌーガー、最後まで聞いてくれよ、ごめん、申し訳ねえ。まあ、俺がインポスターなんですけどね。いやー、最高いやー、惜しかったな。いやお肉スルーしちゃいました、すいません。5番のゲームしたところでレポート引かない位置で殺されてたんで、あ、そう、エレキで死んでたんだよね、きっとね。そう、あ、そうだよね、うん、まあ、奇跡が起きたと思ったよね。申し訳ね、だから、いや、オラフ君ごめん。あ、全然大丈夫ですよ。見間違いです、もう完全に多分スキンカラーさんのやつ見間違いです。あ、見間違いか、慎太郎さんいたんだと思いました。時間がないのよ。いやー、寝る時間がないのよ。やったー、治んの早いよ。そうだね、あと3秒だったんだけどな。あと、あ、こちらもですよ、あと3秒です、ね、完璧だったね、あれはもう配置が強すぎたな。安心したもん、完璧だった。もうどこなの、畑迫がコムサボにいたし、高田さんが右の知ってるし、オラフ君が左にいたからもう安心してミーティング残った。盤石でした。あれがあるかげで多分レイヤーさんからめっちゃ白く見られてるだろうなって思う。うん、めっちゃ白かった、畑迫は。フォーメーション、